建設重機喧嘩バトル不思議なコンボーさあやっていこう、最初からね。あーやだ、それはやだ前回謎の一瞬で消えた足立ライタが仲間になったところだ。さあどう絡んでくるかが今後の見どころ。そうだよ、一瞬だったからね、戦いもその後の下りも押し合いもなければ必殺技もなかったんですけど、そうそうそうあいつは一体何だったんだぜあんなのに27社も負けたのかっていうやつ弱えな、修羅場建設も大したことねえな。実質我々が最強だよ。そうだよ。おプロフェッショナル重機の狼、重機の狼、重機の狼、ジェイク本郷だよ。濃い、何濃いのに考察の提示金額が修羅場とうちで同額だったかと、解放がみたいな感じだ。じゃあ我々の方が、てかみんな薄着なんだよ、はい、何らかの時点で修羅場今後どちらかに決定したいと思いまして。何接待受けてんじゃねえだろうな。また言っておくが重機勝負はごめんだ。なんでどうした、どうしたの。これ以上無意味に重機を傷つけちゃこっちとらの商売に影響するんでな。結構ボロボロになったらしいって。修理代もバカにならないからね。ダメです、重機勝負ですよ、重機勝負、重機勝負、重機勝負。お、頑張ったあ、やだ、一瞬で編集して勝負を降りるんやったら今の重機勝負、重機勝負、今日は強力な助っ人を連れてきてるんや。メガネのおさんが変身前の工場だったらね。重機の狼、ジェイク本郷になってしまったんだよね。どや、この世界の人間なら一度は聞いたことがある名前やろ。その世界の人間の人で有名なんだ。なるほどね。誰だよそいつ。最近始めたばっかだからやと。あ、あれはあ、ベス。どうした。なんだ。空からまさか。坊ちゃん。え、坊ちゃん。空から。うわ、死ぬ、死人が出る。いや、なびいてる。お。頭がライトニングストーンみたいな感じなんだよ。あ、惚れちゃった。惚れちゃった。いや、死ねか。あ。マジで、なんか似たような弟？おー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 あー何が起きてるんだこれ。踊ってないじゃん、うちも。あおおわざと助けてほしいの、それとも技？これは。奴が重機の狼、ジェイク本部。読めない。金を積めばどんなことでもやるというプロ中のプロや。奴が降りてくるまでちょっと時間がある。ベスに似てる、確かに。うん、確かお兄さん、うん、兄弟か。降りてく、ね、降りてくもちょっと時間がある。その間、やつの過去の活躍の数々をこのアルバムで見ておけや。アルバムにしちゃってるの。結構いいアルバムや。怖いね。あ、みんな見えない端の人いるよ。おあのおっさんいるわ。足立ライターいるわ。しかしこいつ金さえ出せば何でもやるな。そういうこと、ね、そういうこと。え、見たい。こんな格好までして。なんか差し絵一枚でいいから。こういうプライドも節操もない男。さすがテレビのさ、いうことが違うな。さっきのは金をもらってやったの。何？私にも見せてよ。見えてる、見えてる、君見えてるよ。ごらん、女の見るもんじゃねえ。なになに、やばい。まさか。せっかく調べ建設さんが生かすゲストを用意してくれたんだ。何すんの、こいつ戦える？こうなったらやるしかねえな。確かに。待て、ハヤト。色眼鏡。ここは俺に任せて。やってくれ。玉の字をやってくれ。誰も顔合わせてない。確かに。遠くを見つめている。ジェイク。あ、私のことを見てもくれないのね。何か関係があった。お前はベスが行くんじゃないの。私がやるわ。ついにベスのベスの力がついに今夜判明という。さあ行きましょう。何？誰が戦うんだ。あのジェイクの力見せてやろう。ねえ、玉の城が戦うのかな。今回そうですね。へえ。わかんないけど、ね。わかんないけど。もうここからゴルモ初見なんてついに。ってくるのに時間かかるっていうね。確かにそういうことか。さあ行きましょう。さあじゃあぶっつけ本番で。玉の城が乗ってんじゃないじゃん。まず視点をシュルカーに。うわ、急にガード固めてきたぞ。パワーをはめて、めてほらーあーちょっとな、黒い黒いソファーだ、あのブルドーさん黒い。はめて近寄って、あ、溜めるとこ下がるな。あ、なるほどね。ちょっとは知能が高いようじゃないか。ケースで切れるか、おい、来いよ。なるほど、こうやって距離をどんどん、あ、急に突っ込んできた。何が、何が、あー何をしてるんだ。ブルドーザーはね、玉の城が乗ってる今。すげえ。ショベラそうだね。ねえ、ハヤト以外もできるんだ。あ、黒いブルドーザーとはなかなか気がするじゃないか。押し合って。逃げてたこいつ。なんだ。引いてんだ。引いてんだ。なんだ、金をもらってんじゃないの。誰かに。こいつの戦いではわざと負けてくれって。八百長、八百長。下手くそじゃねえか。重機の狼が。狼か。後ろにこれ以上行かないと。あ、追い詰めてから。おーれい。そんなやろ。重機の世界は奥が深いぞ。だからこのまま押し合いで、ね、とか言っても
なんか飛んでる。あ、消えた、消えた。下がる。うわー、ついてくんじゃ。うわー、守れ。落ちた。落ちた。これ、距離置けてたの。距離置けてたのね、これで。が攻めると後ろ下がる。あー、こういうタイプか。下がると来る。そうは、一定距離を保つタイプ。こっちもぶち切りだぞ、そろそろ。たまらじを見せてやれ。モハメドアリ。モハメドアリの技は、よし。地球で何なんだよね。いいね、いいね、仲間たちが。おお、蝶のやりが初めより立つ。地球防衛軍だ。イエス、いいね、このまま削り切れるかな。屋根吹っ飛んだ、屋根吹っ飛んだぜ。あー、そうなんだ。おっ、いけー、おらやった。よえ、なんだったんだ。一言も喋んねえし、こいつ。何が言いたかったの。では相手になら、神感ゼロなんだけど。出直してくるんだな。おー、玉の城くん。やるじゃん、ちょっと興奮してましたよ。久々の出番で調子乗ってた。足立ライターは何だったんだよ、結局。さあ、喋るか。またしても大きな仕事が手に入りましたな。狼は、うん、狼の下りは腑に落ちん。入札金額が同じという理由で重機勝負での決着をつけ、難しい話になっていくのか。それを見計らったように修羅部の奴らが助っ人ジェイクを呼んできた。もう一回スパイか。話ができすぎて、だからわざと負けたんか。今後一家の情報が修羅部に漏れているとでも言うんですか。漏らす情報もないけどな、大して。この可能性もある。全部バレてるし。何深刻な顔してるんだよ。それよりこっちへ来て一緒に見ようぜ。アルバム一緒に見よう。何ジェイクのアルバムだよ。調べのやつら忘れていきやがった。楽しみ、見せてくれ。次回見る。またも仕事かけてくれ。か今まで見ろよ、ほらこの格好すげえ。ベスがねえ、ハヤト、これ何、これ見せてくれ。おめえは知らなくていいんだよ。どういうことよ、どういう写真だよ。あー、気になる。ちょっとおまけで来ないかな、来ねえわ。あー、来ねえ。もしかしてこのゲーム深い。次回最終話。次回最終話かもしれない。いつ終わるか分かんないから。急に終わるかもしれん。OK、じゃあまた変なキャラも出たところで、うん、よろしくお願いします。はい、さよなら。バイバイ。なんだったんだマジで。